ラブチェカン、またはラブチェカンアイボンは中国、チベット自治区にあるヒマラヤ山脈の北の外れの山である。ロールワリンヒマールの北西、シシャパンマの東に位置する。この山はヒマラヤ山脈の中でもあまり知られていない区域に存在する。この区域はラブチェヒマール、パマリヒマール、ラプチカンと呼ばれ、 玉越川の西側の谷から、寸越川の谷とニアラムトンラーまで伸びており、アラニコハイウェイ、中二航路がヒマラヤ山脈を横断している。この区域は、アラニコハイウェイの東にあるネッパールに南下する。ガンジス川の支流である越川の流域内にある。ラブチェカンは1987年に、日本、中国の遠征隊により西領から初登頂された。その後、 2010年10月に、アメリカの登山家、ジョーパーイヤーが登頂中に滑落して死亡した他には、登頂に挑戦した記録はない。ABC、China、チャイナアイ、チベットシーザン。peaklist.org。A K L I S、org, 2014年5月30日。閲覧。H. アダムズ・カーター。クラシフィケーション・オブ・ザ・ヒマラヤ。アメリカン・アルパイン・ジャーナル27。 122http://498469.r69.cf2.rackcdn.com <laughs> スラッシュ1985スラッシュ109カーターヒマラヤアージュ1985 pdf2011 年5月1日へ閲覧。fire, s ア c c i d e n t a r c h 2010年10月31日、アットザウェイバックマシン。 ヒマラヤンインデックス、ロンドン、アルパインクラブ、2011年5月18日、閲覧、ありがとうございます。